イングリッシュトレーキング教材、イメージトレーニングシリーズ教材ですね。そのエッセンシャルシリーズ、その2、必須動詞フレーズ全166というものを紹介させていただきます。初週分では約9600ということになります。ここに登場する166の動詞は、TOEIC とか TOEFL、そして日常会話には絶対欠かせない、そんな動詞フレーズを扱っております。はい、まずサンプルとしてフェイス、これは顔という意味の、名詞ですけども、このフェイスを動詞として使って、ある意味で面と向かうとかいうふうな意味で使われます。はい、やはりパターンとしては A フェイス、これはこのシリーズではフェイスアバウト、この方位語との結びつきをそのまま表しております。はい、フェイスプラス名詞ということになりますね。はい、反対に向くとか周り右をする、フェイスアバウト、アバウトフェイスとも言いますね。はい、オンは密着継続ですから、はい、顔が面しているというふうな感じで、面している、といった意味ですね。はい、アウトはフェイスアウト、はい、範囲外ということなんですけども、大体に対応すると、真っ向から立ち向かうというふうな意味となります。これも日常的によく使われるフレーズですね。はい、フェイスは次は到達点を表します、北向きであると。はい、最後にこのアップですけども、情報、そして成し遂げというふうな意味ですね。フェイスアップ、つまり顔を情報にしないと、だから困難に立ち向かうということをしないんだというふうな意味で、位置の意味ですけども、そういうふうな意味で使われております。はい、次はフェイスエイトといった名詞との結びつきです。イットというのはそれというんじゃなしに物事という意味で捉えてください。はい、悪いニュースに知らせに接したというふうなことですね。はい、これもいわゆるその擬人化するというか、そのいわゆるメタフォーですね。英語表現というのは非常にこれ、こういった表現が多いです。互いに向き合うというような意味でも使われますよね。はい、次にこのシリーズでは方位語も含むフレーズを別枠に紹介しております。はい、ダウン、下方とか、イン、ハイナイン、さまざまなことを体験してこられて、かなりその本質的な意味というものと、そしてここで登場しているようなフェイスとの関わり、かなりイメージがきちんと、どうですかね、定着してきたものと思います。はい、次にサンプルとして登場しているのはフィックスです。フィックスもフィクサーとか、日本語になっておるんですけども、基本的意味は固定する、整える、修理するというような感じですね。ところが日本語の感覚では、いわゆるその目的語、名詞 によってさまざまな意味に、なっていきます。しかしこれは日本語での訳であって、英語は単にフィクスという動詞を使っているだけのことなんですね。はい、私が何度も申し上げている通り、やはり動詞は、英語の動詞は英語のそのままの形で覚えてしまう、頭に定着させてしまう、頭の中でイメージできてしまう、これが大事です。日本語はつまり それは訳であって、あくまでも日本語の発想であるということですね。はい、結婚式の日を決めるというのもフィクスということです。はい、整え上げる、仕上げるみたいな感じですね。フィクスアップっていうのが出てきてましたね。
方位語を使うとかなり表現が動的なものになります。はい、次に登場したのがフィクスと名詞との関わりですね。はい、タイヤを修理するとか時計を直すとか修理する修繕するというふうなものですけども、逆に取り付けるといったものもいった意味にもなりますね。蚊帳を張るっていうのもありますね。マスケットネットですね。はい、フィクスレース、八百長レースをする、いわゆるこのフィクスですね、フキサーのあのフィクスですね。コーヒーを入れる、朝食をこしらえる、片付ける、こういうようなことから英語の単語動詞は何かというふうに考えても、それはかなりしんどいことですね。逆にフィクスという動詞の守備範囲、応用範囲をそのまま覚えてしまう、その方が早道ですね。化粧をするというのもそうですね、まさか修繕すると訳す人はいませんけどもね。はい、ここはずっと取り付けるとかいうようなことがありますね。はい、ここもまあさまざまなファンクションフレーズとの組み合わせがあります。はい、そしてこの次には方位語を含むフレーズというこのシリーズ特有なものです。はい、あとは1点でしたね。価格とか時刻とかいうことですね。はい、for、対象、目的ということですね。何々に決めるというような感じになりますね。会合の場所とか会合の日取りを決めるということですね。それ何月にというのが for 何々というような表現となりますね。はい、さまざまな表現を見ていくと、あれ、これ日本語の感覚じゃないなというのが結構出てきますよね。だけどもこれは仕方ない、ありませんね。覚えるしかないということも一つ言えるでしょう。まあこういうふうにスクロールする場面を見ていたら、うわしんどい学習だなと思いますけれども、これは実際の教材ではスクロールしません。だから時間をかけて、しっかり、頭に焼き付けていくということが大事ですね。はい、これはいわゆるファンクションフレーズになった表現ですね。何々行くつもりなんだという、 be going to もつもりなんですけども、そういうことに決めたんだというような感じですね。 I'm fixing to というような感じですね。はい、次には登場したのは share、 非常にこれも日本語になってますよね。 share する、まあ分け合うという意味なんですけども、分ける分配する、まあシェアするというのは、まあいわゆるアメリカ文化を表しているような言葉ですね。シェア with you、ね、あなたと費用を分担しましょうということですね。はい、これも A シェア、 V 感覚ですね。そして B 何々をシェアするというような感じですね。はい、名詞、目的語として取っていますね。はい、ここの段階に来れば動詞によってファンクションフレーズを作るもの、作らないもの、はい、きちっとそういうな分類ができてくると思います。はい、方位語を含むフレーズですね。
アウト、範囲外ですから、儲けを分配する、ね。自分たちの範囲内じゃなしに範囲外に置くというふうなイメージがあるんでしょうね。はい、次は VO 感覚です。共有するとか、一緒に使うとか、いわゆる共に喜びを分かつとか、いわゆるシェアですね。はい、夢を分け合うというのもありますね。はい、悲しみを共にするというのもありますね。はい、こういうような様々なフレーズを覚えてしまうということですね。頭に定着、蓄積していくということが大事ですね。あなたの意見と全く同じ意見ですというようなものもありますね。どうぞ私の傘にお入りください、ね。入るは何かというようなことじゃなしにシェアするということですね。はい、ご挨拶でよろしいですか、はい、テーブルをシェアするということですね。はい、そして包囲語を含むフレーズということになります。はい、やはり何々の間で分けるということで、among とか between というのが表現がやはり出てくるのは当然でしょうね。はい、次に登場したのが hurt。 これは、傷つけるとか痛めるというふうな意味ですね。お気に障ったでしょうか。 Have I hurt you your feeling? というようなこういうような表現もありますね。はい、hurt、 痛いよ、 it hurts ですね、痛むよというような感じですね。そして、hurt が名詞を目的語に取ると、私の背中が私に痛がらせているというような表現ですけども、これはあえてサンプルとして取り上げたのは日本語の語順とそして英語は違うということですね。語はこれは映画のセリフから取っておりますので、ちょっと汚い言葉ですね。何々が痛いよというような感じですね。さまざまなところが痛くなります。単に状況として痛いのという時は主語 it を使います。 Does it hurt ですね。まあ体あちこち all over というのもこれもつまり痛いということなんですけども、ひどく痛い、激しく痛い、ね、とてもアウフリ、というような副詞がついてきますね。はい、Still hurt? はい、まだ痛みますかというような感じ。はい、こういうふうな様々な表現も出てきますね。25は進行形ですね。まだ痛んでおりますかというような感じですね。はい、次には VO 感覚です。はい、これはいわゆる擬人化したような表現が多いですね。日本語とはの語順とは本当に違うということですね。何々傷つけさせる、傷つけるということなんですね、これね。
はい、次は、さまざまな、これは受け身系のところですね。受け身系がでの表現が多いですね。はい、ここから登場するのは包囲語との結びつきですね。はい、喧嘩で、怪我をしたとか事故で重傷を負ったとか、いうような因ですね。範囲内を表す因、こういった表現が続きますね。会社の名声に傷つけたというのは、こういうのもハートですね。はい、次はこれはいわゆるファンクションフレーズとして使われているものです。 It won't hurt to ってね、大したことはないんだよというふうなことですね。そして原型の動詞フレーズで、その評価となった行為などを表します。はい、次は happen ですね。happen というのは基本的な意味は偶然に起こるということなんですも、たまたま何々するというのは、はい、ハプニングというのは、これも日本語になっていますね。普通は通例行事などの予定のことは take place、 何々が行われるというのをよく使うんですけどね。はい、happen、これは単独で、つまり V 感覚ですね。はい、5、これは happen to プラス原型動詞フレーズということですね。これはファンクションフレーズ。そして that 説を導く表現もありましたね。後で出てきます。はい、これは happen が様々なファンクションフレーズ、と結びついた表現ですね。起こるんだけども何が起こるんか。ね、起こらない。起こっていた。はい、というふうな表現ですね。進行形、過去形、何が起ころうとしているのか、What will happen というような、表現ですね。これは happen にさまざまな副詞がついた表現です。何度も起こるとかね、いうことですね。とても頻繁に起こるんだとか、やはり動詞のフレーズとして、やはりひとまとまりものとして、こういうふうなさまざまな表現を覚えていくということも大事ですね。はい、このシリーズでは包囲語を含むフレーズを別枠にしております。はい、何々起こるということで among、 before、 何々の、ね、以前ということですね。 between、 そして by、 そして、in ですね。偶然入ってきた、 he happened in というのは表現ですね。はい、to は到達点ですから、誰々に対してというようなことですね。はい、happen up というね、こういうような表現もあります。そして次に登場するのが、いわゆるファンクションフレーズと、たまたま何々する。I happen to というような感じですね。たまたま何々になったということなんですけども、それを、つまり to 以下の原型動詞フレーズで表現するということですね。
Do you happen to? とかね、ひょっとしてというような感じですね。これが使えたらいいですね。はい、最後に登場したのが、It happened that というに、次は節ですね。節というのは主語と動詞が、備わった表現ですね。